はい、どうも、じゃあ沖縄の鈴木です。さあ今日もやっていきましょう。ツーポイントホスピタル、なんか具合が悪そうな病人ばかりなんだけど、なんかね、総合診療室がめっちゃ混んでるんだわ。まあ、とにかくね、それでも今日も、ツーポイントホスピタルフレミントンやってきます。やっぱり総合診察室待ち行列がつってもさ、見てよ、これ総合診察室4つ作ったんだよ。あ、トイレ詰まってる。それで、あれ、ちょっと待って、ここ医者いねえぞ。休憩してんのかな？休憩してるん？こんな忙しい時に。まあ、しょうがない。はい。で、受付も、あ、受付はそうでもないか。で、すごく退屈っつって帰っちゃう人がいるんで、どうしましょう。なんか、退屈でなくなるために本棚でも置いとくか。雑誌の棚。この辺り。ちょっと待って、置けないじゃん。これをちょっとこっちの方でも置いといて、雑誌の棚をもう一回。これね。置けない？置けない？あ、置ける。はい。トイレの前に置いとこう。とにかく、受付のところは行列待ちいなくて、やっぱり、総合診察室がすっげえ待ってる。どうしようもない。で、病棟をレベル4にする。俺もう一箇所、こっち作ってあったな。よし、こっちをレベル4にしよう。今、ここのレベルが2です。どうしよう。え、ちょっと待って。あ、まあ、いいや。何やって、まず、ちょっとこのベッド、位置動かそう。この辺りでいいし。それで、病棟を、もう一個ぐらいベッド置けるかな。それで、ちょっと待って、こっちのレベル上げるには、また、このジャスミオデッセイのポスター、これがすごい効果があるんで、じゃこれ置きまくろ。もう窓もこうやって塞いじゃってさ、すごいこれ効果あるのよ。待て、こっちの病棟をレベル4にするから。待て待て待て。あ、レベル。あ、OK。あら？え、これどうでもいい。はい、OK。よし。で、さっきなんかやろうとしてたんだけど、なんだっけ？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 ちょっと待って、こっちも研修受けさせられそうなやつってあるかな？診断をやっとこう。そうだ、で、どっか。なんか、どっかの部屋がやばい、やばくないか、なんかそんなこと言われたような気がしたんだけど、そうでもない、大丈夫？あ、ここで行列が、13人も行列が、やばい、ちょっと待って、この部屋増やした方がいいってこと？増やしようがないんだけどな、場所がないんで、あれどっか、わかった、一つ増やそう。ちょっと待ってください、コピー。こっちの建物は部屋がまだ空いてるから、どこ？どこ横、どこ横、どこ横。これでいいか。あら。よいしょ。はい、じゃあここに、はい。これで少しはなんとかなるかな。何はい。で、あと骨折病棟で20人の患者を治療させるっていうのと、病院の価値目標、これを上げなきゃならないんだけど、まあ、とにかく骨折病棟ね、宣伝はしてるんだよな、骨折キャンペーン。だからここに患者が来てくれれば、もちろんなんとかなるんだけどさ。で、なんでこっち、幽霊がこんなにいんのさ、暇してるやつ。暇してる人、いないな。
ゴミ片付け中ばっかりです。うん。ちょっと来て。こっちの建物のお化けを、あれ？お化けどこ行った？やってくれ、お化けを。お化けを捕まえてくれ。あら？よし。頼むよ。そんで、研修がまた終わってるから、ちょっとまた研修やろう。うん。あ、ない、受けられない。あれ？精神科の医者たちはみんなどこ行っちゃった？おーい。あ、来たか。こっちに休憩してたのにどこに行ってんだ？ちょっと待って、精神科の医者。え？休憩取ってんの一人だけだし。で、この人は、精神科できる人、あら？いるんだけど、どこ行っちゃった？休憩してるし、ちょっと待って、お前来い。あれ、どこだ？あれ？こっちか。精神科やって、はい、ここで。あれ？ちょっと待って。精神学持ってなかったっけ？あれ？あ、これ心の豊かさか。あ、精神学持ってんのは？この人か。じゃあちょっと。うん。精神学。頼むよ、こっちで。はい。さて、行ってくれ。で、俺さっき何しようとしたっけ？なんかやることがあったんだけど。この、あら？なんかさっきね、ちらっと画面の片隅に、あ、こいつ、お化けだ。よし、まあいいや。でさ、こっち側が結構散らかってんだよな。ゴミ箱を置こうか。これでもうちょっと片付いてくれればいいんだけどな。トイレに行きたい。トイレはあるよ。ここ。この人たちなんでそんなに元気がないんだ。元気になれ。あ、頼むよ。あれ？骨折終わった。じゃああとは病院の価値上げるだけ。そうしたら星2つになる。頑張ろう。と、病院の価値上げるには、飾りしまくるしかないの。ちょっとまずこの部屋、飾りしまくろう。違う。なぜ？すごく退屈、すごく喉が渇いた。ちょっと、冷水器をあちこちに置くか。冷水器をこういうあたりとか。どこ置くか。こっち置いてもあまり意味ないか。じゃあ、ここら置いとこう。冷水器。喉が渇いたって人がね、多いの。この辺りなんだよね。自販機もあるし、自販機もこんだけあるしさ。で、冷水器も置いてあるから、そんな喉が渇くってことはないんだけどな。わかんない。はい。骨折。はい、骨折。あ、また人死んだ。ったく、なんでそんな死ぬんだよ。はい、骨折した患者が到着します。了解です。この辺りは、まあ、混んでるけど、なんとかなるか。骨折病ともう一回見てみるか。あら？できるか？ちょっと待って。骨折病棟増やした方がいいかな。やばい。わかった。ちょっと、収入増やすためにも骨折病棟を増やすよ。こっちにはもう置く場所がないから、こっちの建物に。どこに置こう？ここ？はい、ここでいいや。はい。はい、骨折病棟置いた。骨
骨折病棟で働ける人探さなきゃ。こう、なんか暇してるやついない？看護師いないな。雇うしかないか。とは言っても、骨折病棟で働けそうなやついねえよ。ちょっと待って、こっちのスタッフの中に、そっか、大丈夫か。よし、じゃあ。治療スキル、はい、この人でいいや。はい。さあ、急いで骨折患者来てくれ。で、研修できるものはあるな。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。とりあえず、何やろうかな。とりあえずちょっと診断系を今はこうやっとくか。それで、ちょっと待って、なんでこんなに。はい、こっち来て、こっち。あら、どこだ、どこだ。やってくれ。よいしょ。あれ、骨折病棟で働けって言って、さっき入れたやつはどこ行った？あ、ちょっと待て。どこ行ったよ。え？こいつだっけ？違う。お前、セミナー受けてる場合じゃない。ここでちょっととりあえず。あれ？置き換えるになってるの？誰か向かってくれたってこと？あ、なんか向かってるわ。あれ？誰かこっちに向かってる？向かってる。あ、来た。じゃあいいよ。お前ちょっともう一回セミナー受けてて。はい。ごめん。何やってんだよ。あれ？セミナー終わっちゃった？ごめん。ここも椅子置いた方がいいな。そんなにずっと待たしてるのも悪いしさ。はい。で、自販機、エナジードリンク。それからお腹空かないようにスナック。あら？こんなんでいいかな？ゴミ箱も必要なんだよな。よいしょ。リサイクル。リサイクル用のやつでいいんだけどさ。はい、これで、よいしょ。あと価値を上げなきゃ。価値を上げるんだよ、価値を。どうすればいい？どうすれば価値が上がるかな。ちょっと、この部屋のレベルに、はい、ちょっとこの部屋からレベル上げよう。薬だな。こっちでいいか。それから、書類棚って、あ、ちょっと待って、書類棚って、装飾アイテムか。他なんかさ、こういう部屋の、待て。それで、解剖図。もう解剖図いっぱい出るか。はい、レベル3。もう、この解剖図だらけの部屋だけどさ、いいかな？こんな部屋にも来たくないんだけど。頭おかしい。よいしょ。けど、これでも価値上がんないんだよな。どうすれば価値持ったらあるんだ？とりあえずこれで、この部屋の価値はレベル3になりました。薬局の価値はレベル3になったっす。受けさせよう。やる気。はい。なんか死にそうなんだよ。死ぬぞ、こいつ、もうじき。
ちょっと待って。そう。お化け退治がよろしく。こっちもお化けになるっす。あ、お化けになった。こっち。はい、頼むよ、お化け。まあいいか。あとこっちの方、あ、こっちマーケティング何もやってねえし。あ、まだやってるか、骨折キャンペーン。で、研究系はとりあえずまあこんなもんで、まだやってる。特に、このカーンカーンって鐘の音がするのは非常に気になってはいるんだけど、もうしょうがない。出費を減らすかもっと稼ぎましょうって。やばいよ。ていうか、ここで医師がなんか具合悪くなってんだけど。大丈夫か？そんな具合悪そうじゃないじゃん。大丈夫よ。とにかく価値を上げなきゃ。あ、トイレが詰まってる。あとどうやったら価値上がる？なんか今回すごい難しいな。価値がなかなか上がんないぞ。あれ？あと一人入れ、あ、来てるか。もうちょっとでこのキャンペーンも終わる？循環器診断室をレベル4にする。OK。これもやりますよ。なんか不満もいっぱいあるけど、循環器診断室ってどれだっけ？違う、駐車室。一般検査室、循環器診断室。ああ、どこだ？あ、これは大丈夫。循環器診断室。液体、これカラーだよな。カラフル。循環器診断室、俺どこいたっけ？このカンカンって音が非常に気になる。これは動物捕獲室だろ？で、これ鍋の部屋だよな。鍋加工室。で、あれ？循環器診断室って来なかったっけ？あれ？あれ？置いてない？ちょっと待って。あれ？循環、どれだ？あ、これだ。あれ？やっぱあるよ、どっかに。あ、走らせる部屋か。あ、あったあった、これか。ここをレベル4にする。今ね、レベルいくつ？レベル2。いや、ここに置いてやるよ。どうしよう。ここでいいや。それから、薬棚でも上がるかな、この部屋。はい。あと、体、軽量系。他、この部屋をちょっとレベルアップするための。またやっぱり、絵か。わかったよ。ジャスミオです。ソニックのポスターってどっちがいいの？ソニック置いてみるか。レベル3になったし。よいしょ、レベル4にするっていうのは、もうちょいだよ。もうちょい。もうソニックのポスター見ながら走ってくれ。もうちょい。あ、もうちょっとでレベル4。ここは OK ない。あら、もう OK ない。あとちょっと、置けそうなもの。あ、前よく置いていた。あれどこやった？あれ？ちょっと待って、置けるものがなくなった。あれ？困ったぞ。
そうそうそう、もう一回探してみよう。あれ？あったあったあった。これ受けるかな。部屋の名声あげるんだからさ。いいじゃん、これいくつか。あれ、これこう受けない？この部屋には向こうだ。ごめん、受けないんだ。困った。あとちょっとでこの部屋のレベル上がるんだけど、なんか受けそうなものってありますか？なんかないかな、なんかないかな。これは魅力度だから違うな。あ、これをちょっと置くか。これでどうだ。はい、レベル4 すごい部屋だ。急いで。あとやっぱり価値を上げるだけね。価値を上げるだけなんだけどさあ、ここからがちょっと難しくなってきてますどうすれば価値が上がるのか。研修はもうなし。部屋も結構だいぶ飾り付けあっちこっちしてるんだけどな。これ以上はもっと赤字になりそうで困ったな。あ、ちょっと待て、ちょっと待て、死んでるぞ。あ、お化け退治してるじゃん。あとはやっぱり不満がね、お腹が空いたとか喉が渇いたがあるんで、やっぱこの辺りだろうな、なんか問題点があるのは。なんかお腹が空いたとか喉が渇いたら解決方法他にないかな。食べ物の自販機を増やすしかないのかな。こんな感じで。塩味スナック。狭いよな、これ。もうこうやって、はい。それあと退屈だっていう声があるから、またゲーム機置く？どこへ置こう。ゲーム機置いても狭くならない。この辺りかな。この辺りゲーム機置いとくか。あとそうだな、ここにも1台置いて、こんな感じで置いとけば少しは退屈じゃなくなるかな。お化け、あ、もう早速ゲームしてるやついるよ。医師の部屋の前に行列が、10人待ち。ここどうしよう。どうしよう。この辺りの、違う、この部屋をどっか移動させようかな、一般検査室。え、ちょっと待って、こっち、9人待ちだけど医師がいないぞ。ちょっと待て。暇なやつ。働け。あ、医師じゃダメか。医師じゃねえ、看護師だ。あれ、看護師、お前だ。あれ、働け。働け。あ、あれ、誰かいるじゃん。じゃあいいよ、お前。休憩してて。休憩してて。いいよ、いいよ。休憩してていいよ、ごめん。休憩してたところに呼び出しちゃってごめんね。よし。価値がなかなか上がりませんけど。まあ、とりあえずですね、今回は、まあ、地道にこんなところで、混みすぎてる。はい、こんなところで一旦終わりにしていきます。まあ、よかったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。よいしょ。あれ、この人、倒れてる？何やってる？それじゃあ、この辺で、お疲れ様でした。